皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、5日間連続で原宿にいてたんですね。そう、原宿にいるね、率が高いんですよ。まあなぜかってこう、洋服が原宿。日本語おかしくない？いつもより。ごめんね。今さ、コーヒー飲んだら頭痛くてしゃあなくてさ、とりあえず日本語おかしかったらごめんね。頑張る。まあそうなんです。進まねえ。今日ダメだわ、私で、今日サンキューマートじゃない、合ってるよね。スリーコインズとサンキューマート似てるからさ、分かんなくなるんだけど、サンキューマートの方に行ってきました。はい、サンキューマートで買ってまいりました。リン、はい、マイリトルポニーのポーチ。これはね、結構深く入るんですよね。ほら、結構深く入るので、いろんなものが入るし、あとね、ポッケが2個ついてるので、まあ本当にコスメとか入れたりできるかなと思って買いました。じゃん、靴下。可愛くない？普通に靴下。ユニコーンとウサギちゃんの靴下。なんかこう見るとね、色合いがやっぱり原宿系な、原宿ですね。で、これはちょっと遊ぶように買ってきました。 T シャツ可愛くない？なんかベティちゃんみたい。ここはちょっとね、ハッピーミュージックがなんかうんって思ったんですけど、ここのなんつうの、街がバービーっぽいなと思って、T シャツをね、リメイクしようかなと思って、はい、買ってきました。失敗してもありかなって思って。この間行った時はね、なかったんだよね、これ。だから結構サンキューマートは入れ替わりが早いので、こう定期的にというか、本当に毎日のように見に行ってもすごい楽しい場所。これは完全なるパケ買いってやつです。でりーん、リップです。マジ普通に可愛いなと思って買っただけなんです。なのでパケ買いなので、これは後でちょっと使い方とかちゃんと調べてからまたレビューしたいと思います。ドラズベリー&クリームとかバースデーケーキみたいな、ちょっと謎な2つのフレーバーを選んでしまいました。あと1個なんかイエローなのがあったんだけども、私はこの2つ選びました。そして私が一番欲しかったやつ、やっと手に入れました。じゃーん、ちょっとね大きいんですけど、無印でも多分売ってると思うんですけど、キャピーン、はい、コスメとか刺すやつです。雑でごめんね。コスメとか刺すやつですだよね。合ってるでしょ。コスメとかを刺すやつ、こっちも持ってるのね。このコスメとか刺すやつのこっち、このちっちゃい版持ってるんですけど、刺すものが私多すぎて、結構今乱雑に刺してるんですけど、まあ、ティントだったりとか、毎日のメイク、まあ、本当に眉毛描いたり、描いて私はチーク塗って、リップだけなんですね、 これ今日のメイクってなんですけど、まあ、ブラシを使う時とか、まあ、特殊メイクのものだったりとかは、まあ、こういうのがあると便利なんですよ。やっぱりこう刺さってるとね、一個のものに。リップはリップって感じで刺しておきたかったの。私すごいね、リップコレクションが多くて、意外となんか同じリップいつも使ってるんですけど、リップがね、同じような色ばっかりを買ってしまうんです。赤か本当ピンク、赤もすごいマットな赤だったりとか、ピンクも、まあ、キャンディヤムヤムとかもそうなんですけど、ビビット系のピンクを集めるのが趣味なんですよ。なのでリップコレクションとかティントとかをこういう風に、まあ、今ちょっとブラシ刺してますけど、こういう風に刺しておいた方が私的にもなんかこう、どのメーカーでどの色でとかっていうのが分かるので、すごくなんか使いやすいなと思ったので買ってきました。本当は2個ね買いたかったんですけど、まあ結構大きいです、幅がね。私の手15センチなんですけど、多分ね、こんぐらい15だから20センチくらいかな。置く場所がねちゃんとあるかなと思って、まあちょっと、様子見でこう感じでございます。ということで今日はこんな感じで、はい、サンキューマートの購入品のご紹介でございました。この動画がいいなと思った方は
チャンネル登録ボタンとチャンネル登録ボタンとグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録ボタンはこっちにもありますし、こっちにも出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。いつも本当にご視聴ありがとうございます。これからもご利用よろしくお願いいたします。せーの、おつわり、バイバーイ。